西の悪道ひろき町の喧嘩で鳴らした腕っぷしの強さが自慢だった。やるかやられるかの真っ向勝負が俺の信条。手に入れたかったベルトも見えてきた。しかし結果が出ない日々。弟子である子供たちにも見せたい。二人のパンチ。この戦いの後、相手は王者となり、俺は立ち止まったまま。まあうまくサウスポーの戦い。破壊力には自信がある。ただこのリングで勝ち抜くには何かが足りなかった。気がつけばまさかの3連敗。やったんはやっぱ戦略と蹴りやと思います。本格的に、そのままボディで仕留めきるか。考えに考え抜いた戦略、見事にはまった。いや俺は気づいたんですよ。もうね、倒しに行くから倒されるじゃないですか。でも勝手に倒れるってことを気づいたんですよ、相手が。だから勝手に倒そうと思って、別に打ち合いもできる、でもテクニカルもできるっていうスタイルがもう完璧やと思ってるんですよ。だからその打ち合いしかできんかったんを変えて、テクニカルで圧倒できるとか圧倒して、最後しっかり倒す。打ち合いでもいいし、一方的に殴ってもいいし、まあでも一方的に殴ってもうほんま蹂躙するっていうのが今の目標なんで、まあ、そこを目指してますよね。もう打ち合うだけの男ではない。勝つために必要なのはクレバーな戦略とテクニック。打ち合っても勝てますけど、でもやっぱ向こうに何パーかでも勝率を、勝つ確率を上げちゃうっていうのはすごい嫌になってきて、打ち合いに行く時点で 50-50 なんですよ。絶対打ち合いの練習なんかしないんで、それはやめました。もうそういうのやってない。新たなスタイルも確立できた。あとはベルトを巻くだけ。今の現チャンピオンはクラッシュじゃないでしょ。もちろん K-1 でもないですけど、クラッシュ K-1 代表選手を紹介する部位を作るとして、大沢君は出さんでしょ。わかりますか。いや別に悪い人じゃないやろうし、まあ、チャンピオンになったっていう実績はすごいと思うけど、クラッシュかって言われたらクラッシュじゃないイメージがありますね。次勝って大阪 K-1 俺出てぶち上げて3連勝で年始にタイトルマッチします。それが一番ベストでしょ。ライト級で今一番盛り上がるタイトルマッチ多分俺しかいないです。早くもタイトルマッチ宣言をしたひろきの相手はシャープシューター伊藤健人。二十歳から始めた格闘技。プロデビュー戦を華々しく飾り、ここからチャンピオンへの道が続くはずだった。このパンチで前に出ていきたい。辛い練習にも耐え、必死に戦ってきた。しかしいつしか負けが先行し、拳を交えたライバルたちははるか先に行ってしまった。何のために戦っているのか自問自答する日々。3連敗の末に出した答え。トーナメント出たんですけど、まあ、結果が出なくて、でも今やってることは間違いじゃないっていうのはずっと思ってたんで、単純にベストパフォーマンスをできる階級がそこかなって。結果を出すために
ライト級に転向した。そして新階級でこの一つで倒した。新階級でパワーを見せつけました。 KO 久々、ね、はい、まあ、結果が求められてて自分も求めてて、で自分の周りも求めてたので、その結果が本当一つ形となって出てよかったなと。ライト級での初陣を KO で飾り、目指すはこの階級の頂点。ベルトに向けての道しか見てなくて、でそれこそ階級上げて一発目南雲選手とやらせてもらって、南雲選手もトーナメント出てたんで、あれが1回戦だと思って、で1回戦突破したので、次ヒロキ選手とやらせてもらって、ヒロキ選手もトーナメント3位必ず勝って、で倒して勝って、次に向けてもうベルトまで近いと思うので、ここの勝ち方で見せたいなと思います。まあ、伊藤君はちょっとね、僕に感謝した方がいいと思います。あの日の目浴びてない選手が一番数字持ってる俺とやれるってことは、感謝してほしいです。まあ、内心は思ってますけどね、はい、やってやろう。ね、伊藤君とね、まあ、試合もねしますけど、別にそこを見てないんで、まあ、大沢君がベルト持ってて、ベルトが似合うか似合わんかの話なんですけど、俺は似合ってないと思ってる。やっぱりクラッシュっていうのは攻撃破壊力の格闘技やから、まあ、伊藤君ささっと倒して大沢君にもう一回やりたいですね。9月24日後楽園ホール、共に3連敗から脱出した伊藤と弘樹、ベルトに近づくのは。